日本鹿児島県薩摩仙台市役倉町役倉町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町役倉町。川内市役倉町。郵便番号は895-0036。人口は671人。世帯数は310世帯。薩摩仙台市の本土側の南西部、熊野城川の中流域に位置している。阿駅の北には、熊野町。 南方には山の口町、東方には勝目町、西方には小白江町がそれぞれ接している。あざなの由来となっている矢倉城市周辺に集落が散在しており、現在は矢倉城市も宅地となっているため遺跡等は現存していない。あざ駅の中央部を以前は国道3号が南北に通っていたが、熊野城バイパスが現道となったのに伴い、旧道部分は 薩摩仙台市道となっている。麻井駅内には鉄道は通っておらず、最寄り駅は熊野城駅である。矢倉町というあざ名は、付近が大麻東での生じ矢倉町の区域であったことに由来する。1940年2月10日に鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された。 薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、同郡同町大技東でを廃止しそれの区域、中寺倉崎、矢倉城、村前、江袋、須崎、小平田、塩部、出構前、横通り、県通り、上細平、上五丹田、袴田、平田の区域を、倉町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町大技東での内屋座、 矢倉崎、矢倉城、村前、江袋、須崎、小平殿、延部、出かまえ、横通り、県通り、上細平、上五丹田、袴田、平田の区域をもって、川内町の町、矢倉町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。2004年10月12日に、川内市、東郷町、 入木町、稽道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとすると協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。